武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年東京学芸大学の英語の勉強方法について話していきたいと思います。東京学芸大学の英語試験時間は90分間で、配点は500点満点の試験になります。大問構成が全部で5題出題されています。東京学芸大学の英語かなり幅広い分野から出題されてますので、大問ごとにしっかり対策をしていくようにしてください。まず大問1が英語の長文問題になります。長文の中に下線部が引っ張ってあって、そこの内容を和訳しなさい、あるいは日本語で説明しなさいというような問題が出題の中心となっています。なので国公立標準問題集キャンパスの英語を使って対策をしてください。キャンパスは国公立大学の英語の過去問を集めた問題集となっていますので、記述問題が豊富に収録されています。それが学芸大学の英語の長文のちょうどいい対策となるので、キャンパスで対策をしていくようにしてください。大問2が260字の日本語に要約する英語の長文問題になっています。この要約する力というのが求められる試験となっていますので、英語なんですけども現代文読解力の開発講座など筆者の主張をつかむため、要約できるようにするための訓練もまた必要になってきます。現代文読解力の開発講座などで要約する力を身につけ、学芸大学の過去問で要約問題の対策をしていきましょう。で大問3が和文英訳問題、英作文問題になります。抽象度の高い日本語の文章が与えられ、それを英語に直すという問題になってます。なので英作文ハイパートレーニング和文英訳編を使って、英作文の書き方、例文暗記を行い、訓練を行っていきましょう。ポイントは抽象度の高い、日本語を英語で表現しやすい日本語に書き換えるところがポイントになります。そのあたりもハイパートレーニング和文英訳編の方に載ってますので、そこを意識して対策するようにしてください。で大問4が自由英作文問題になります。与えられたテーマについて200語程度の英語で書かないといけないというような、かなり長めの自由英作文となっています。英作文ハイパートレーニング和文英訳編の方で英作文の書き方を学んだ後は、英作文ハイパートレーニング自由英作文編で、自由英作文の型、書き方を身につけ、その練習を行っていてください。で最後は過去問演習をしていきましょう。で大問5が、ディクテーション問題、リスニングですね。英文が流れているのを聞き取り、その聞き取った内容を、実際に書いていくというような内容の試験になります。なので聞く耳が非常に、鍛えないといけない、難易度の高いリスニング問題になります。センター試験のツボやセンター試験の過去問、あるいはリスニングのトレーニング必修編などの教材を使ってリスニング練習を行ってください。で最終的にはディクテーションしないといけない問題になってますので、ディクテーションできるレベルまで仕上げていくようにしてください。というわけでまとめると、長文2題、英作文2題、リスニング1題というような、かなり幅広い分野から出題される形式になってます。分野別の対策も非常に多い、多岐にわたる、対策となってきますので、余裕を持って大問ごとに順番に潰していくようにしてください。最後は過去問演習の中で東京学芸大学の傾向に合わせて対策をしていくようにしましょう。今回は以上です。